皆さんこんにちは、ホッシーです。開発プランナーのグランデです。今回のハチテレではですね、9月8日水曜日のメンテナンス後から登場する選手やイベントに関する情報をお届けしていきます。はい、それではまずどの情報から、ご紹介していきましょうか。はい、最初にですねご紹介するのはスカウト情報になります。タイトルはこちらです。じゃん、じゃじゃん。はい、ハチナイプリンセススカウトですね。こちらのスカウトではシンデレラ覚醒が可能な選手を含めた期間限定 SSR 選手をお迎えすることができます。はい、というわけで今回シンデレラ覚醒ができる選手っていうのは一体どの選手なんでしょうか。はい、こちらの選手になります。じゃじゃん、じゃじゃん。はい、 SSR のハセちゃんです。ハセちゃんね、これちょっと気づきませんか、まず見て。いやそうっすね、なんかあれってちょっとって思いますよね。これ実は、はい、ハセちゃんが大人になった時のシーンだそうです。あ、大人に、ね、はい、そうなんです。そうなんです。髪がね、伸びてたりとか、実はコンタクトとかにしてるんですかね。そうね。はい、で、自身の経験をもとに書いた小説が有名な賞を受賞して、それでインタビューを受けているという最高のシーンになっております。なるほどですね、はい。一体どんな小説を書かれているのか。いや、そう、気になりますよね。こちらのですね、ハセちゃんが UR にシンデレラ覚醒をするとシーンがアニメーションするようになります。こちらです。じゃじゃん、じゃじゃん。いやかっこいいですね、アニメーション。いやもう躍動感がすごい溢れてますね。ありますよね、うん、こちらの三遊間の強い当たりに対して、ハセちゃんがダイビングして、そしてダイレクトキャッチをするという素敵なシーンになっております、ね、ザ・ファインプレーって感じですね。そうですよね、このハセちゃんらしく、そう、粘りつくっていうところがね、いやそう、いいですよね、ガッツをね、すごいやっぱ感じさせるシーンですね、はい、うん、こちらの相手打者のデータから打球を予測して のファインプレーとなってるそうですね。なるほど、もう頭脳も使って、こう力を 100% 発揮してのプレーとなっているっていうシーンになるんですね。はい、そしてこちらのスカウトではもう一人 SSR 選手をお迎えすることができます。はい、その選手は一体誰なんでしょうか。はい、こちらですね、復刻する SSR のライバル校の選手をお迎えすることができます。こちらです。じゃじゃん、じゃじゃん。はい、 SSR のしおみちゃんです。よ、しおみちゃん。はい、こちらですね、今年の球春祭で登場したしおみちゃんとなっていまして、夏大会2回戦の成城高校との試合のワンシーンですね、こちらやっぱ改めて見てもかっこいいですよね。いやかっこいいですね、日差しが差してて、こう夏の熱戦みたいな、ね、はい、熱戦って感じしますね。そして明日9月8日水曜日は、ハチナイのオリジナルテレビドラマ、8月は夜のバッティングセンターでの最終回が放送される日ということで、それに関連したスカウトも開催されるということですね。はい、そうなんです、はい、タイトルはですねこちらになります。じゃじゃん、じゃじゃん。はい、8月は夜のバッティングセンターで SSR 夏ハマイ確定スカウトです。はい、こちらですね、はい、なんとドラマに登場していた夏ハマイちゃんが SSR としてお迎えできちゃうんです。なんとなんと、お迎えできちゃうんですね。はい、そうなんです、そうなんです。さらにですねこちら、10連スカウトをしますと確定で SSR の夏ハマイちゃん、お迎えすることができます。しかも3回限界突破をすることで、ひまわりスキルもですね開花することができますので、またこちらのスカウトに挑戦できるのは6回までとなっております。はい、そしてですね、気になる夏ハマイちゃんのシーンはこちらになります。じゃじゃん、じゃじゃん。はい、バッティングセンターでのワンシーンとなっております。まあ、やっぱといえばのシーンですねバッティングセンターでそれも見たいですよね。このシーン見たかったよはい、そうなんです。で、ですね、キリッと野球選手の顔になって、はい、フルスイングでボールを迎えに行った夏ちゃんとなっております。うん、そうですね、 いいですね。やっぱこう叫んでるシーンとかもいい、ね、やっぱ印象的なんですけど、やっぱこういうキリッとしたシーンがすごい合ってるなと思います。はい、シーンのボイスはですね、ドラマで夏ハマイを演じている女優の関水渚さんご本人が担当されているので、ぜひ夏ハマイちゃんをお迎えしてシーンのボイスを聞いてみてください。改めてですね、こちらのスカウトですが9月8日水曜日のメンテナンス後からの開催となっております。ぜひ挑戦してみてください。続きましてはイベント情報のご紹介となります。9月8日水曜日のメンテナンス後から開催されるイベントはこちらになります。じゃん、未知なる道の先にですね。こちらのイベントではハセちゃんが小説を書くことに再チャレンジする物語を楽しむことができます。はい、こちらハセちゃんのですね過去についてのストーリーもありますので、ぜひご注目ください。はい、そしてこのイベントではシナリオに登場する SR 選手をお迎えすることができます。こちらの選手です。じゃん、はい、はい、SR のつくもちゃんです。はい、こちらですね、受験勉強のために図書館にやってきたつくもちゃんとなっております。うん、でシナリオでハセちゃんとどのように関わっていくのかを楽しみにしていただければと思います。同じく9月8日水曜日のメンテナンス後からこちらのイベントも開催されます。目指せ頂点鉄壁コンテストです。
遊び方のですね、詳細はこちらになります。全校の監督さんがですね、青春ランクで3つのグループに分かれて、グループ内で最高記録を競うイベントになります。心の鍵大などの効果報酬を獲得できるほか、グループ内でですね、上位に入賞すると報酬としてトロフィーや称号、そして9スターを獲得できます。こちらのイベントに挑戦するには、カード鉄壁コンテストが必要になります。カード鉄壁コンテストは9月8日水曜日のメンテナンス後よりプレゼント配布で20枚受け取れるのと、阪神タイガースコラボ記念ミッション第2弾のですね、達成報酬として10枚入手することができます。ぜひイベントに参加してですね、監督さんとの競い合いを楽しんでいただければと思います。そしてですね、9月16日木曜日のメンテナンス後からは、過去のイベントに登場した SSR 選手を選んでお迎えできるイベントが開催されます。タイトルはこちらです。じゃん。新米監督応援選手育成イベントですね。こちらのイベントでは、ステージをクリアすると変換コイン新米監督応援を獲得することができます。こちらのですね、集めた変換コインで過去のイベントに登場した SSR 選手を選んでお迎えすることができます。交換はですね、各選手1回までとなっております。この機会にですね、まだお迎えしていないイベント SSR 選手をですね、ぜひ、お迎えしてください。9月8日水曜日のメンテナンス後からは、新たなですね、絆ストーリーが追加されます。はい、今回追加されるのは、直江ちゃんと泉田ちゃんの、2人の絆ストーリーとなります。はい、よき、はい、気になるところですね。はい、はい、ゲーム内の、練習の中の絆アルバムより、2人の絆ストーリーですね、確認できるようになりますので、こちらぜひご覧ください。続きましては、開催を明日に控えた阪神タイガースとのコラボを記念した冠協賛試合の8ナイターに関するお知らせです。今回のですね、8ナイターでは、明日9月8日水曜日に阪神甲子園球場で開催される阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの試合になります。こちらですね、チケットの購入ができなかった監督さんは、阪神タイガース公式動画配信サービストラテレなどの、各種配信媒体で、8ナイター当日の、試合中継のご予想ですね、お楽しみいただけます。配信媒体の詳細につきましては、阪神タイガース公式サイトの、放送予定よりですね、ご確認ください。そしてですね、8ナイターのファーストピッチセレモニーは、オリジナルテレビドラマ8月は夜のバッティングセンターでに、夏葉舞役で出演中の女優関水渚さんが登場します。会場ではですね、コラボデザインのショッパーや、うちは紙製オペラグラスなどのノベルティも配布予定になっております。球場内にはですね、8ナイのコラボを記念しました、ポスターであったり、のぼり等もですね、展示されております。はい、こちらがですね、ポスターになります。じゃじゃーん。いやー、すごい大迫力、大きいですよね。大きい大きい。ちょっとこれ、みんな監督さんに写真撮ってほしいな、これ。いやー、そうですね、ぜひそう、一緒にパシャリもしてほしい、ね、してほしいですよね、うん。そしてですね、こちらがのぼりになります。じゃーん、はい、じゃじゃーん。いや、すごい、いや、これもでかいっすね。でかいですよね、私らより余裕ででかいんじゃないか。全然でかい。これがこう並んでバタバタしてるってなると、うん、イメージするだけでちょっとテンション上がります。ね、嬉しいですよね。なんかこちらもぜひ写真も撮ってほしいですし。いや、そうですね、うん。しかもやっぱいいなって思うのは、この選手の間に入ってるこう白と黒と黄色のカラーがやっぱかっこいいですね。ね、だからこの3人が縦に並んでるのまたいいですよね。うん、確かになかなか見ないこう3人ですね、うん。素敵。はい。というわけでですね、はい、会場にお越しいただける監督さん、ぜひですね、こちら、お楽しみいただければと思います。ここからはですね、漫画連載、テレビドラマ、テレビアニメのメディアミックス情報になります。まずはですね、漫画連載の情報です。週刊少年チャンピオンで漫画8月のシンデレラ 9S が連載中です。いやー、3話まで怒涛のストーリー展開でしたね。いやー、そうですね。だからまさか、こう野球部が廃部になるところからこう、ね、うん、始まりまして、はいはい、主人公の鈴丸あさちゃんなんですけれども、まあ、そちらが部員集めにこう奔走していくっていうところをですね、うんうん、こう今描いていくところなのかなと思うんですけれども、はい、今後どうなっていくのかやっぱ気になりますね。気になりますね。登場するキャラクターがね、みんな個性的ですよね、うん、そうですね、はい、中でも天真爛漫なあさちゃんと、うん、クールな西原里穂ちゃんとの掛け合いがやっぱ面白いですよね、まあ、やっぱそのデコボココンビみたいな感じになってて、うんうん、もう見てるだけでも面白い、楽しいですよね。どうなってくるか気になっちゃいますね。はい、個人的に小川さんを推してるので、ぜひ今後たくさん出てくださいもうね、推しが決まってるから。あ、そう、決まってますまあ、というわけでね、はい、今あさちゃんが部員集めのために野球部で動画を撮ってるっていうところの、シーンになってるんですけど、はい、まあ、今後それがどうなっていくのか、またこうどんな仲間がこう集まってくるのかっていうところもこう展開に注目したいですね。はい、
でしかもあの今回ね更新された話で、うん、あの人がっていうところもあったんで、いやそうちょっとねここで言っていいのかどうか悩ましいところなんですけどね、ぜひ、まあ、ぜひね、はい、もう8月のシンデレラ9、シンデレラ9系のファンの方にはもう見てほしいですよね、うん、いやもうめちゃくちゃ見てほしいですね、うん、おってなりました、ね、はいなりましたよね、うん、っていう展開なので、はい、ぜひね読んでほしいですね。はい、そんなですね、週刊少年チャンピオンは毎週木曜日に発売となっております。次のですね、第4話は9月9日発売の号に掲載となりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。続いて9月8日水曜日に最終回を迎えるオリジナルテレビドラマの情報です。オリジナルテレビドラマ8月は夜のバッティングセンターでの最終回は9月8日水曜日の深夜1時10分から放送されます。こちらのですね、ドラマは TVer での見逃し配信のほか、過去の放送はですね、Paraviや Amazon プライムビデオなどの配信も行っております。さらにですね、オリジナルテレビドラマの放送を記念しまして、9月8日水曜日の4時から9月9日木曜日の3時59分までの間ですね、ゲーム内のタウンマップにて、放課後のタイミングでバッティングセンターに行くと、謎の男性が登場します。はい、最終回のですね、放送日が謎の男性に会える最終日となっております、うん、ぜひですね、バッティングセンターで謎の男性に会ってみてください。そしてですね、テレビアニメ8月のシンデレラ9/2021の第11話が9月10日金曜日からテレビ東京他にて順次放送されます。第11話ではいよいよ全国大会がスタートします。また今回もゲストによるあの副音声の放送っていうのがあるみたいですね。はい、そうなんです。今回のですね、副音声で出演いただくのは元プロ野球選手の里崎智也さんです。すごい、はい、というわけでですね、まあ、今回こうどのようなコメントをいただけるのか、うん、まあ、放送になるのかっていうのがすごい楽しみですね。楽しみですよね、うん、またですね、副音声の放送出演を記念して里崎智也さんの直筆サインボールが当たるツイッターキャンペーンも開催されます。はい、八内の公式ツイッターのアカウントをですね、フォローしていただき、ハッシュタグアニメ八内副音声放送記念がついた対象ツイートをリツイートしていただくことでご参加いただけます。はい、キャンペーンのですね、期間は2021年9月10日金曜日の25時までとなっております。はい、さらにですね、今回のアニメで追加される13話には1年生のメンバーも登場します。はい、第13話のですね、放送は9月24日金曜日を予定しております。最終話までですね、ぜひアニメをお楽しみください。ハチテレでは引き続き動画やゲームに関するメッセージをお待ちしております。お問い合わせのご意見ご要望で受け付けているので気軽に送ってください。チャンネル登録もお待ちしております。はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。